はい、イタリアンバイク研究者トシと申します。今日もめっちゃいい天気の中ツーリングですね。待ち合わせのローソンに向かっております。今日はね、ハイパーモタード 950SP に乗ってる岡さんと、あと昨日、道でね知り合った、ドカティ 748R に乗るアイ君、この3人で走りに行く予定でございます。あ、おった、ハイパーや岡さんのニューマシンが来た。うわー、ちょっといきなりなんか違うものを感じたで。なんかカラーリングがちょっと違う。うわ、マフラーやらはった、これ。うわ、片側一本だし、うわ、これできたか。おざす、まさかの一本出しやった。俺予想と違った。 かぶってますやん。フル駅あるんですね、これの。アローの2本出しかなんかにしゃんのかなとか予想してんけど、やば。手曲げのマフラー、手曲げのナンバー。これ難しいって、ちょっとしたことやけど、だいぶ下げ。でも下げたらブスタイクでしょ。立てるか、立ててもブサイクか。立ててもブサイクで、ね、ここに貼ったのが思うとね。この辺にやってるの見たことあるんですけどね。もうこんな豪華なバックステップ初めて見たわ。最初から塗るの岡さんらしいですね、やっぱりね。他純正と変わってんの、マフラー、バックステップ、そうですよね。角は飾りもんで、足つきどうすか。もう完全バレリーナ。バリーナ、両足、そうですよ、慣れてへんから。足つきも悪いの分かってるから、慎重になるから逆に大丈夫ちゃいます。今からここめっちゃかっこいいのってます。748R、 黄色、なんかクラシカルですね。俺もどうやろ。昨日もこれずっとやってたんですけど、このめちゃええ音。昨日もひたすらこれやってたな、音。この時代でアロー入れたらしい。もう朝一早速かけてもっていい。これね、ちょっと上品ええ音。見て、行きましょうか。よろしくお願いします。うお、じゃあ行きたいと思います。田舎に天下一品があるというのが驚きなんですけども、ここを入っていきます。天下一品到着です。こんな朝一からラーメン食いに来る人もそんなにいないかもしれない。聞いてたね。あ、買いとこうかな。
これイグニッションね、こうオンにした瞬間ね、レーシングって出たんですよ、はい、これ多分レーシングモードなんだよ。マフラーとコンピューター、マフラーとコンピューター、あ、マウスいるから、俺のあれ入れたら変わったんですよ。あ、それで変わってんねや。ほんなこれハイパーモタードって出ただけやったのが、あ、ハイパーモタードレーシングに変わってテンション上がって変なやつ下がったんで、すいません、ガソリンスタンドでテンション下がったって。ガス欠しましたよ。マジで140キロで、え、満タンから140しか走らなかったんですか。はい、いや、それはちょっとおかしいじゃん。141キロでプスプスって言って、あれバッテリーおかしいんかなって思ったらガス欠やって。これもちっちゃいですね。まあ人より早く走ったら、はい、ミラーいらないですから。来ることないからね。そうかそうか。考え方がもう経営者の考え方ですね。保安所をつけとかなあかんから。そうです、あの岡ちゃんミラーになったっていう。3人です。あ、はい、いいですか。お願いします。こちらのギャブの前のお席で、はい、どうですかこの天一。いいっすね、これ。味もちゃうか、これ。味はね、もともとちょっと知ったバカなんで、わからへんとこなんですけど、ちょっとメニュー自体は違うのあったような気がするんですよ、前は。天一。お腹いっぱいになった。では、ワインディングスタートです。748R 後ろをついて行かせてもらいたいと思います。おー、 748R がまた、5年に1回って言ってたのが2ヶ月で3回。すごい、この勢いはチャット GPT 並みですね。すげえ。山並ロード、奈良のニュルンブルグですね。3人で走りたいと思います。ここはかなり気持ちいいワインディングでございます。以前にもベイリスのお母さんと一緒に走らせてもらいましたが、今日はね、もう一台アイクンの 748R と3台で走りたいと思います。
を前に走りに来た時にあのちょこっと交換して乗って、あ、はいはい、あ、じゃあこの道のせいでせいでこうだんですよ。すいません、思い出した、この道であれを試乗したんですよ。はいはい、交換してね。動画見た、好きな、あ、見てくれた、うわーって最初言ったんだけど、乗り終わったらおもろいわ、おもろいわこのバイクと思って、今まで乗ったことないようなタイプだったから。で、竹藤とレイクとアコも行って、アコも行って足らんかった、まだ足らんかった。このマフラー入れるからじゃん、そんで顔張った、そうね、この道なんです、この道。めっちゃおもろかって、うわ、こんな種類のバイクってあんねやと思って。そう、ね、うん、本領発揮みたいなね。このツーショットはなかなか斬新な荷台じゃないですか。こういう荷台じゃあんまりなかった。あんまりないですね。よし、ちょっとずつあの派閥像が広がってきた。派閥が特に細い山道の登りとかもう一番本領発揮ですよね。まず掃除したらもっと綺麗だってことだけは。でも一瞬でこれが汚れるから分かっておいてもらいたい。今日掃除した写真送りますんで。絶対やね、はい、絶対無敵やと思う。この辺だけ苦いでここアップで、アップで撮ってそんな反則やね。いやいや、ちゃんと全部この辺の写真送りますんで。掃除しよう、マジで。この2つ見たらさ、まあ、これは綺麗で当然や、当然、ね、おとといやもんね。山並みロード大人気。なんか走る友達ようさんできてんけど、このスピードで走る人岡さんとジョーだけ。ハイスピードツーリング行きましょう。ちょっと今度ベイビスと勝負してください。僕は一瞬でついていけませんでしたんで、最後はこけたらあかんので流します。でもうそのまま止まらずに乗りますね。高速ちょっと早く帰って洗車せなあかんので、今日絶対します。今日は絶対する。ありがとうございました皆さん。また暖かくなるんでどんどん行きましょう。ハイスピードツーリング。遅いなおっさん2人って思ってたやろ。はい、このね山並みロードをとにかくね気持ちいい道で、ちょっと油断したらねアクセルひねってしまいそうになりますけども、軽くね、流すのも楽しい道でございます。今日はね天気もいいし、春がそこまで来てるという気がいたします。今日は本当たくさんのねバイクとすれ違いました。ありとあらゆるバイク見ましたね、あの道の駅も含めると。名阪国道、はい、名阪国道に入りました。行った、岡さんさよなら。アイ君さよなら。ということで今日の、ね、ツーリング動画これで終わりにしたいと思います。高速道路で音声が割れてないことを願うばかりです。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。